炭水化物応答領域結合タンパク質は人においてマクサイピール遺伝子にコードされているタンパク質である。MLX インパーアクティングプロテインライクとしても知られている。名称はこのタンパク質が DNA の炭水化物応答領域配列と相互作用することに由来する。この遺伝子は MIC、MAX、MAT スーパーファミリーの塩基性ヘリックスマイナスループ。 マイナスヘリックスロイシンジッパー転写因子を高度している。このタンパク質はヘテロに両体複合体を形成し、グルコース依存的にトリグリセリド合成遺伝子のプロモーターに存在する炭水化物応答配列モチーフに結合して活性化させる。この遺伝子は7番染色体7 9 1 2 3の遺伝子血質が原因の多系統発達障害である。 ウィリアムズ症候群において結出している。マクサイピールは MLX と相互作用することが明らかとされているクレブップは、核栄移行し、PP2A によって P セル及び PTHR が脱リン酸化された後に DNA に結合する。PP2A 自身は、キシルロースマイナスリン酸によって活性化される。週 5P は、グルコースマイナスリン酸の濃度が高い場合に、 ペントースリン酸経路で作られる。肝臓では、クレブップは、L 型ピルビン酸キナーゼや、アセチル COA カルボキシラーゼ、脂肪酸合成酵素を含む、解凍系や脂質性合成のいくつかの調節遺伝子の活性化を媒介する。ありがとうございます。